沢餅は、三重県の南西島地方で生産される餅を使った郷土菓子。正方形の餅であずきんをくるんだものである。島市磯部町が発祥の地であるとされるが、松阪市でも多くの和菓子店で商品として取り扱っている。島市磯部町上野郷にある伊蔵宮では、毎年6月24日にお田植え祭りを再行している。祭りの中で、 男たちが田で泥だらけになりながら、忌みだけを奪い合う、竹取神事と呼ばれる神事が行われ、島地方にはその竹を持ち帰り漁業繁盛の守り神とする風習がある。この神事との関わりの中で、天保年間頃に沢餅が生まれたとされており、次の二つの説が挙げられている。なお、島市磯部町エリ原に伝わるエリ原原餅つきも、同じ頃に始まったとされる。 一方、松阪市には、沢の水で手返しをして作った餅であるから、沢餅となったという別の説も伝わっている。餅気象店沢餅の生産、販売を手掛ける和菓子店は、島市、伊勢市、松阪市にあるが、地域による製法の違いはない。ついた餅を薄く伸ばし、正方形に形を整え、小豆餡を乗せて二つ折りにするというシンプルな製法である。 二つ折りにすると竹に似た、長細い形になる。土台となる餅は、白餅とよもぎ餅の二種類ある。餅に挟む小豆餡は、島ではこしあ餡を使うが、松阪では粒餡を使う。ほんのりと塩味のする甘さ控えめの餅である。松阪市には、多くの沢餅生産店舗があり、餅を食べるというと、沢餅を刺すほどに広く定着している。特に文二年創業の、 伊賀屋と天舗元年創業の福徳餅が代表的な店舗である。伊賀屋は沢餅のみを生産し、福徳餅は沢餅以外にも福徳餅や全財、石飯なども扱っている。伊賀屋の沢餅はやや厚みがある。一方、発祥の地とされる島市磯部町で生産する店舗は餅木商店と竹内餅店の2軒のみである。この2店舗で使うあずきは、 北海道産のダイナゴンという品種の小豆を原料とし、餅つきは機械を使わず綺でつく。餅木商店は店頭販売のみであるが、竹内餅店では伊勢島のスーパーマーケットなどにも卸している。このため、2013年9月8日に日本テレビ系列で放送されたザ・鉄腕・ダッシュの企画ゼロ円食堂では、 道の駅伊勢島で沢餅を発見した城島主ゲルが竹内餅店を訪問し沢餅の切れ端をゲットした伊勢市では変馬餅を生産する変馬や商店やマス屋の関連企業和菓子の饅頭屋などが沢餅の生産も行っている市内の観光地おかげ横丁でも取り扱い店が数軒ある変馬や商店では沢餅に変馬 餅と同じ餡を使用する。和菓子の万頭屋では、腰あんを赤福から仕入れていたため、同社の偽装事件が発覚した際に、売れ残りの赤福餅から取った案を、沢餅に使っていたことが判明した。生産店舗のある松阪、伊勢、島のそれぞれで地域の名物として認識されている。松阪では、地元企業のクラギが、毎年敬老の日頃に、沢餅を 松坂市社会福祉協議会に寄贈しており、市内の老人ホームなどに配られている。島では、天の岩戸での花見茶会や、伊勢島サイクリングフェスティバル、なるみ政党の子会社、三重なるみの特別、アウトレットセールなどの地域のイベントで名物として、振る舞われることがある。2015年12月に、サークル K サンクスが、伊勢島サミット応援商品として、 伊賀地方を除く三重県全域と和歌山県の一部店舗で沢餅を販売した際には伊勢の沢餅の商品名で販売され伊勢名物として扱われた。ありがとうございます。